マイナビティーンズチャンネルをご覧の皆さん、ダイナノです。中村里穂です。宇佐拓磨です。福田一華です。岩見圭次郎です。完成された作品をご覧になっての感想をお願いします。練習してる時もなんかすごい対決落語って本当にありそうだなと思ってたけど、こう映像になってみんなが真剣にこう落語をしてる姿がまとまったものを見ると、本当にあるんじゃないかなって思うぐらいすごいリアル感がありました。なんか青春感あったなって思ってなんか私自身もこう撮影前からこう撮影中はなんか部活感覚っていうか、うん、こうみんなで一つのことをこう頑張るっていうのがあまりその普段の今までの自分じゃ経験してこなかったことだったので、すごく楽しかったですし、なんかこのドラマを機に落語にハマってくれる方が増えるんじゃないかなって思いました。はい、そうですね。台本を最初読んだ時に対決落語とは何ぞやというのが自分の中で大きくて、でまあ、それは撮影しているうちに、あ、こういうものなんだっていうのをちゃんと理解してきて、で最終的に今回出来上がった作品を見て面白いなと思ったんですけど、なんか最初見えなかったものがこうやって完成した時にすごいなんか見えてきて、対決落語を聞いてる時ってなんかすごい聞いてる側もすっきりするし、なんか劇中の中でもラップみたいという言葉が出てくるんですけど、なんか本当に聞いててもすっきりするので、なんか本当にこういう対決落語っていう文化が続いていけばいいなと思うような作品でした。落語っていうものをそもそも初めてやったので、最初は本当に初心者から始めて、なんか不安もすごいあったんですけど、やっぱりそのなんかその話の流れと同じように自分たちもどんどん練習していくにつれて、どんどん落語が好きになったし、どんどん上達することもできたので、なんかそこはなんだろうな、なんか本番もすごい楽しめて落語できたし、あとみんなの絆もどんどん深まっていく、エピソードも落語を通じて深まっていく、話の流れもとっても面白くて、自分で演じてたんですけど実際に見てもなんか本当にワクワクして展開が楽しみになるような作品になっていました。自分自身もそのいろいろ教えていただいた落語の本物の先生に教えていただいたりとかすることで、その落語のことについてもすごい分かったし、その対決落語っていうのもなかったっていうのはあったんですけど、本当に初めての文化を俺たちで構築したんじゃねえのかっていう感じですごく思っています。はい、でも本当に皆さん、監督含め助監督さんとかキャスター皆さんとか皆さんがすごい優しくていい方で、もう自分は助けてもらいっぱなしで感謝を述べたいです。大体が落語だと知らされた時の心境を率直な意見で一言お願いします。学校の授業でもなんかやったことあったっけなってぐらいしか知らなかったので、結構不安が大きかったです。落語がテーマのドラマを結構今まで見てたので、あ、なんかすごい純粋に嬉しいと思いました。自分も落語っていうのに携われるか知らない、やばって思いました。なんか落語っていうものそもそもあんまり聞いたこともなかったし、私も自分もやったこともなかったので、私にできるかなっていう不安がありました。まさか落語のドラマをやるって思ってなかったので、もう落語って聞いた時にはびっくりしました。はい、実際落語をやってみてどうでしたか？実際に落語の先生に教えていただいたんですけど、なんか抑揚とか早く読む遅く読むとか、あと動作とかまで本当にいろんなことを覚えなきゃいけなかったので大変でした。私は結構普段話してる時も抑揚がないって声がなんかすごい一定っていうか、そういうのを結構言われてたので周りから、だからその落語って結構この抑揚をつけなきゃいけなかったりとか、声のこの大きさとか小ささとかも結構調節しなきゃいけなかったので、すごく難しかったです。今まで日本の文化に触れてこなかったんですけど、すごい面白いなと思いました。すごい本当に難しかったんですけど、先生とかに、落語の先生とかにいろいろ指導していただいて、なんか少しずつなんかやっぱ上達していくにつれて、どんどん落語が楽しくなりました。
まあ、落語についての知識が出てなかったんですけど、まあ、落語の先生からたくさん話を聞いたりとかみんなで練習していくうちに自分自身も上手くなっていっていいのができたんじゃないかなって思ってます。収録現場の雰囲気どうでしたか？現場は台本を見てすっごい頑張って自分のシーンに向けて暗記する人もいれば、なんか自分のターンが終わってすっごいホッとしてワーワーしてる人もいて、すごい賑やかな現場でした。本人たちそれぞれもすごく個性的で、私一番年上だったんですけど、まあ、すごくワイワイしてて、もちろんその仲間にも入れてくれたし、でもなんかすごいなんか若いなって思いました。年下勢の元気がすごく良くて励まされてました。とっても楽しかったです。なんかもうみんなすごい、なんかもう4日間しか撮影なかったんですけど、めちゃめちゃ仲良くなれたし、本当に絆が変わりました。キャストの皆さんがすごく仲良くしてくださって、もうめっちゃ明るい雰囲気でした。すごく10代のうちにやっておくべきことやアドバイスを教えてください。はい、すごい物理的な話なんですけど、マカロンと焼肉のカルビは本当に10代のうちにたくさん食べておいた方がいいです。本当に、そう、本当に自分は食べれる、自分はいけるって思ってても、その境目を超えた瞬間に本当に気持ち悪くなります。本当ですか？本当だよ。まだ21歳が言うことじゃなくない？まだ20歳わかるわ。え、わかるでしょ？わかる、わかるけど、ほら、で、ここはわかってないから。でも20歳以上だと思う。これは本当ですので、皆さんたくさんご飯は美味しいうちに食べてください。やっぱ21歳になってもすごい高校生って、高校生に戻りたいって思うことが本当に多くて、だからそうですね、やっぱ高校生のうちに学校とか放課後とかいっぱい延長してほしいし、恋愛とかも10代のうちにいっぱいなんかキラキラな恋愛をしてほしいなって勝手に思います。なんか僕自身なんかすごい大人になるのが、なんだろう、高校とかも早めに終わっちゃって上京してきて、すごい早い段階で社会人として働いてたので、今ある学生10代だからこそある日常っていうのは本当に楽しんでもらいたいなっていうのを、なんか僕が後悔してる分すごい伝えたいなと思ってるので、日常を楽しんでください。私はまだ今16なんですけど、あと4年あるので10代が、ちょっと今皆さんのアドバイスを聞いてちょっとエンジョイしたいなって思ったし、あとはなんか自分がとりあえず今やりたいって思ってることを10代のうちにやりたいですって。実はラストティーなんですけど、まあ、遊ぶのいた方がいいと思います。だから勉強とか部活とかいろんなことはあると思うんですけど、ここはもうあっという間に終わってしまうと思うんで、その分、まあ、勉強とかもやんなきゃダメなんですけど、まあ、遊んだりとか友達と楽しんだりとか今しかできないことをやってほしいなって思います。じゃあ最後、頑張る10代のメッセージ、ちょっと逆の順番で。今このご時世なので、コロナとかで部活がうまくできなかったりとかいろんな支障があると思うんですけど、まあ、その中でもやっぱできることを自分の中で模索し考えて楽しんでいってもらいたいなって思います。10代ってやっぱ学生が多いと思うので、なんか存分に学校生活を楽しんで、いろいろちょっと勉強とか一緒に頑張りましょうって伝えたいです。はい、今こういう世の中でこういうご時世でできることが限られてると思うんですけど、だからこそ楽しめるものだったり挑戦できるものがたくさんあると思うので、それを見つけて一緒に頑張りましょう。10代は受験とか、まあ、バイトとか将来のことで悩んだりとかいろいろ忙しい、時期なのかなって思うんですけど、10代後半とかは、まあ、でも20代は20代でまた違った楽しさがあるので、残りの10代を目いっぱい楽しんでください。もうすぐ20歳だからこういう仕事に就かないとやばいとか、自分はこれがやりたいけどこういう風になっていかないと将来危ないかもとか、いろいろ考えるかもしれないんですけど、本当に10代ってまだまだ本当にもう人生ここだったらここなんですけど、本当に自分の好きなことをチャレンジして頑張ってください。バイバーイ。バイバーイ。